どうも、こんにちは。私、吉本興業所属、栃木県住みます芸人をやっておりますピン芸人の上原超でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はですね、絶品アトゥアトゥ鍋。はい、ということでね、こちらをですねご紹介させていただくということで、私宇都宮市にやってきております。はい、ということでこう非常にですね閑静な住宅街なんで、ちょっとあんまり大きな声はね出せないんですけども、今日いるお店がですねこちらの四季食祭ひろきさんでございますね。非常にですねもうこの外観から見てもシャレオトゥーなこうお店さんなんですけどもね。はい、こちらで、絶品鍋ですね、いただけるということで、こう変わったちょっとねお鍋が出てくるということなんでね、非常に楽しみでございます。じゃあ早速ですね行ってみましょう。ゴートゥー。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。今日はあのちょっと絶品のアトゥアトゥー鍋ということでいただけるということで、ちょっと今日外がね結構寒いので、そうですね、はい、ちょっとこう心から温まりたいなと思うんですけども、ご準備いただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。店内は非常に清潔感のある落ち着いた空間が広がっております。さあということでね、このひろきさんなんですけども、いやーこのたくさんのねこう種類の、ま、飲み物もねやっぱりこう充実してますしね、こうランチタイムもですね非常にこうやっぱこう鶏料理がねこう結構メインというか、1日限定10食なんていうね、そういったものもあるとね。あとやっぱ串焼きですよね。いやーこの美味しそうなねたくさんありますよね。さあということでね、いよいよこの鍋が、出てくるということなんですけども、こちらですねメニュー、10月1日からスタートしている、こう鍋があるんですけども、タイしゃぶっていうのと、あとこの豪快丸鶏鍋、これすごくないですか。これもう丸ごとのトゥーリがねこうもう丸ごと入ってるということで、これがねもう今日出していただけるお鍋ということなんで非常に楽しみでございます。はい、いや楽しみだな。はい、あ、豪快丸鶏鍋、すごいなんか円盤の形の、うわ見た目がインパクトというかもうすごすぎて、どうやって食べたらいいのかっていう、はい、あ、豪快に、あ、もう切っちゃって、はい、これご主人、これあのどういう、 こう鍋になるんですか。これはですね、はい、もともと韓国のタッカンマリっていう鍋がありまして、タッカンマリ、はい、丸鶏の鍋なんですけど、うん、そこからヒントを得て、はい、まあ、ちょっと作ってみようと。で、鶏ガラも半日ぐらい煮出して、そこにまず鶏を入れて、はい、はい、なんでもう本当に 100% 鶏を味わえる鍋です。うわーすごいなこれ。いやもうこれだいぶグトゥグトゥになってきましたけど、これ鍋がキャベトゥもこう結構しなしなになってきてね、はい、野菜もこうてんこ盛りですね、はい、うん、あでこう汁をね、はい、はい、もう鶏のこの旨味がねもう 100% 入ってるこの、うわーすごい美味しそう。さあということでね、もう早速この取っていただいたこのもう 丸鶏鍋ね、いやすごい豪快丸鶏鍋ってことで、本当にねこう1羽丸々入ってるんでね、これもう食べ応えが抜群だと思いますけど、じゃあこれで、ね、早速いただきたいと思います。贅沢っすよねこのもう鶏が1羽丸ごと。いただきます。うん、わこれはめちゃめちゃデリシャトゥー、美味しい。うわすごい、これもうなんだろう、もう鶏の本当にこうホロホロ、お肉がもうホロホロで、こう鍋のねこう野菜とこう相まって、この旨味がねもう本当にこう凝縮されてるというか、もうこれ食べたらね本当体もあったまるしね、もうなんといってもこのやっぱ鶏の旨味がねもう最大限に生かされる、まあ、そんな鍋だなと思いますね。はい、これなんかこうスープには何かこう加えたりとはしてるんですか、いろいろ。逆にやってないんですよ、もう塩味のみで、うん、あ、塩味のみで、はい、あ、シンプルで、はい、鶏の旨味を、うん、楽しんでいただく、うんうん、
いやでも本当にこの塩味だけで逆にいいというか、他の味入れちゃうと邪魔しちゃうというか、うん、もうこの素材だけで勝負できるというか、寒い季節にはもうぴったりの鍋ですね。はい、いや美味しい、絶品でございます。アトゥアトゥ鍋、もうまさにね。はい、さあということで、こう鍋をねいただいてるんですけども、ひろきさん、これちょっと僕気になったの、鍋も気になったんですけど、さっきからこう僕の後ろに映ってるこのなんかこうすごいなんかこう特徴的な絵があるっていうか、作品がすごいあるんですけど、これはなんか作家さんかなんかが描いてるんですか？そうなんですよね、はい、うちオープンして5年になるんですけど、はい、オープン当初から、うん、いらしてくれてる常連さんで、はい、絵描きさんなんですけど、あ、アーティストの方が、で、はい、コラボとかもさせていただいて、だこれもなんかひろきってこう書いてあってね。そうですね、うん、でもなんかこう作品がなんか独創的というか、そうですね、うん、可愛らしいね、はい、この作家さんはどういう方なんですか、その常連さんってことですけど。実は、はい、いらしてるんで。え、いらしてる、はい、え、登場していただいて、あれ今日来てるんですか？はい、はい、あ、ご本人様登場、わっすごいすごい、なんかもう旅館のおかみさんみたいに中井さんみたいにどうもって出てきてくれましたけど、まさか本人いるなんて、あー、あわわわ、はじめまして、牛丸佐伯と申します。牛丸佐伯さん、はい、すごい、また 名字というか、え、本名ですか？牛丸は本名です。え、すごい珍しくないですか牛丸さんって。クリエイターとして普段は、うん、言葉では強く伝わりすぎてしまうものを、はい、色やイラストをアナログで表現する、はい、活動とか作品とかで、はいはい、コラボ商品とか。だから今見たんですけど、すごい個性的だなと思ってありがとうございます、うん、ここにあるんですけど、うん、かわいいちょっとキャラクターのソフビがあるんですけど、かわいらしい、この子が郷土玩具怪獣キブナドンっていうキブナをモチーフにした、あの、はい、宇都宮がね、あ、そうです、キブナっていうのが、ね、はい、モチーフになってるキャラクターいるんですけど、はい、あ、そのなんかこうゴジラ的なというかキブナドン、怪獣化した、怪獣化したみたいなね、はい、守る怪獣な、あ、なるほど。このなんか絵とかもね、ちょうどクリスマスの時期にこれお面なんですか、このお面が。お面にライブペイントをする、はい、お客さんの前でライブペイントする企画があって、はい、ちょっと僕これつけてみてもいいですか？あ、どうぞどうぞ。試しにこれであなたもう牛丸ワールドに牛丸ワールドせっかくなんで、今これ僕鍋食べてるんですけど、はい、これ一人で食べられないんで、ちょっと一緒に食べませんか？あ、いいんですか？はい、ぜひぜひ。さあ、じゃあ牛丸さん、はい、ちょっともうすでに、はい、こう麺がもう入ってる状態になっちゃったんですけど、はい、これ締めでこう麺入れられるってことなんですかね？あ、そうみたいです。あ、はい、これ、お米と麺と選べるんですけど、うん、選べる、はい、私これは食べたことあるんですか？あります、どっちも食べました、すごくどっちもおすすめです。あ、本当ですか、はい、じゃあちょっといただきましょう、これ、はい、ね、いただきます、はい、いただきます。うん、これはうまい。ご主人、これめちゃめちゃこのスープにこの麺合いますね。そうですね、この絡む感じで、うん、めちゃくちゃ美味しいです。麺ほんとやばいな、これめちゃめちゃうまい。もう剣道で言ったら本当ね、麺だけにもう麺1本取られたっていう感じで、あ、僕剣道10年やってたんで、そうなんですね、はい、全然関係ないですけどいつも45分ぐらいに入ってるんで、はい、全然大丈夫です。さあ、ということでね、いやー本当に今日はですね、絶品アトゥアトゥ鍋ということでめちゃめちゃ体ホットゥーですよね。ホットゥーですね、はい、いやーめちゃめちゃ美味しかったですね、はい、ということで、この、四季食祭、ひろきさんですけども、場所がですね、作新学院の高等学校、ね、を右に曲がっていただいて、五国通りってところをずっとまっすぐ行って、ちょっと行ったところですね、住宅街の中に、ね、ございますので、ぜひね、皆様お近くに来た際はお越しいただければと思います。ぜひ皆さんも食べに来てください。ありがとう。